はい、前川です。いつも動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日はですね、収穫のできていない治療家さんへのメッセージ、その2ということで、前回その1ですね、よくそんな提案で最高の結果を出そうとしますねという話をしたんですけども、今回その2ですね、あなたのやってることを同業者と同じですねっていう話をですね、していきたいなと思うんですけども、クソ暑いですね、今ここまあね、日曜日なんですよ。で、事務所本当まあね、日曜日で暖房とか多分効かないんですよね。むっちゃ暑くて、もう汗だくなんですけど、頑張ってやっていきたいなと思います。で、まあ、前回とね、同じような内容になるんですけども、あなたの言っていること、やっていることが同業者と同じじゃないですかっていうのをですね、ぜひ見てもらいたいんですよ。前回もですね、少数派、多数派っていう話をしましたけども、周りがやってることをやって、ズバ抜けた結果を出そうなんて、ちょっと甘いですよね。それ出す人は本当に資金力バーンって出す人じゃないと僕は無理だと思ってるんですよ。前と違うことをやっていかないといけないですよね。なので、あなたのやっていることっていうのが、まず同業者と同じなのか違うのかっていうのをですね、ぜひ考えてもらいたいなと思います。なので、同業がやってることを5つ、ぜひ出してみてください。で、やってないことを5つ出してみてください。で、こっちをやってみてください。そしたらですね、違った結果は間違いなく出ていきます。違った結果は間違いなく出ていきます。じゃあですね、もうそれだけ。それだけなんです。でも、これって当たり前、そらそうやろって思うかもしれないけども、でも多くの方が同じことを同じように、同じタイミングで、同じ頻度でやってます。だから、同じような結果しか出ないんです。なので、何か抜けて結果を出そうと思ったら、何か一つでもいいから、ちょっと変えてやってみてください。もしかしたら勇気がすごいいるかもしれないです。勇気がすごいいるかもしれないけども、その勇気を出して、一歩踏み出して、行動に移した人だけが、やっぱり違う景色を見れると僕は思いますので、ぜひですね、その部分を意識して、頑張ってみてもらえたらなと思います。またですね、不安になったりとか、こんな時どうしたらいいんやろうっていう壁にぶち当たった時はですね、僕最近 LINE アット、LINE ハットを始めて、個別のやり取りをやり方分かったんでですね、ぜひ質問していただけたらすごい嬉しいなと思っております。ではですね、今日は同業者と同じ違いますか、同業者と同じですねっていう話をしていきました。では次回はですね、第3弾ですね、またお話していきたいなと思います。ではそんな感じでまた会いましょう。さよなら。